はい、皆様こんにちは、ミングリッシュ始めていきましょう、今回もですね、前回引き続きドイツからハーバードと、ビオルネから笹川さんお越しいただいております。さっきもね、ドイツ語でちょっと挨拶とかしましたけど、今回もちょっとドイツ語をハーバードに教えてもらえたらなということで、そう、キャリティッチGerman language this time. What do you want to hear? Or what, 何が習いたいですかって言ってますけどもまあ言っても佐藤さん、まあまあドイツ語専攻してましたからね。まあね、まあね、まあ、まあやってたから、まあやってたから、なんか軽くじゃあ教えてください、佐藤さんから。ね、グーテンモルゲン、グーテンモルゲン、おはよう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 ございます。お多少分かる。グーテンの、はい。グーテンターク。グーテンターク。I don't know. Do you know Japanese? あ、超かった。A good day. グーテンターク。グーテンターク。What do you say? Japanese. In Japanese. I don't know. なんていうんですか。わかんない。日本語。とりあえず言ってみて。こんにちは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 。グーテンターク。グーテンターク。グーテンターク。はい。Hello. はい。あとは。グーテンばっかりだね。グーテン、基本グーテンしか言ってない。グーテンってどういう、グッド、あ、グッド、グッドがグーテン、 means good、 グッド、グッドモーニング、はい、グッドアフタヌーン、グッドアフタヌーン、 it's similar to English、 あ、まあ日本語、あ、英語と大体同じようなニュアンスは、ニュアンスないね、文法流れ部分的にね、うんうんうん、でもどんどん変わっていくって最初は、最初はあ、なんやちょっと英語の、うん、なんかスペルは似てるって読み方がちょっと違うかなぐらい入っていくと、うん、どんどんわけわからん言葉が出てきてドイツ語がみたいな。一番覚えてる単語って何なんですか、ドイツ語。もうね、もう完全に覚えてるのは、うん、イッヒディーベリヒ、あ、イッヒディーベリヒ、どういう意味ですか、イッヒディーベリヒ、イッヒディーベリヒ、なんか、あれ何やったっけ、元素記号を覚えるのに、なんかそんなかったですか、あれ元素記号ちゃうかったかな、水平リーベル、あ、そう違う、が、イッヒディーベル、ディッヒ、ディッヒ、なんかカメラに向かってイッヒディーベル、ディッヒ、もう近くでしょそれを、なんだだけ、もうカメラに向かって I love you って言ってる、それは、I love you ね、何人に何回使ったんですか、ゼロゼロ使う機会ないやん、せっかく覚えたのに、で、ドイツ人の女性にそんなこと言う機会ないから、あ、合わないもん、なかなかドイツ人の女性と、まあ、日本でね、うん、ね、ここだけよ、言えば、イッヒディーベル、何でしたっけ、ディヒ、ディヒ、he never used、 yeah, you can also use French、 je t'aime、 フランス語は、うん、je t'aime、 je t'aime、 愛してる、愛してる、je t'aime、 je t'aime、 je t'aime、 いいですね、small melody、 small melody、 small melody、 あー、なんかね、あの、ドイツ語ってガッときつい、yeah, that is, yeah. あの、イッヒ、ディヒ、ディヒみたいな感じ、そういうフランス映像ね、フランスがこう流れるようなメロディーみたいな、そんな違いがあったりとかね、数字と数え方とか覚えてます、ドイツ語で、アイン、アイン、アイン、イチ、ツバイ、ツバイ、ドライ、ドライ、ヨンが何やったっけな、フィア、フィア、フィア、ゴーがね、ファイブって書いてある、フィフ、ゴー、フフ、フフ、たぶん綴りはね、なんか5みたいな感じやね、確かに、すごい、やっぱ数え方がね、佐藤さん日本人こう数えて、ドイツ人はやっぱこう数えるね、あれね、ね、数え方違うね、そういうのね、5まではいい、思い出しました、うん、Can you count Japanese?Just the simple numbers from 1 to 5?No, six, six, 5, you know, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 10. まあ言うても、8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 
combination out of these, or I can... Good, good, good. Oh, nice. そうね、5年前に日本に来て、その、ファーストタイム、so when you came in Japan?
It has been 2012. 2012だから2012年、7年8年ぐらい前、ね、で2年後の5年前に来て、うん、で今回ね、so 5 years ago で this time。 Yes。 これイングリッシュハウスだから5年ぶり2回目ハワードはね2回目、うん、5年ぶり、うん、so Thank you for coming back 帰ってきてくれてありがとうどういったしてそう、so、why you decided to come back here? Yeah, as I said before and the mission before、mm. I've been returning for hiking Japan、mm. or visiting Japan、at some places I have not been visiting before、mm-hmm.And so I came back to your wonderful place. いやーありがたいね。ありがたい、5年前。うん、で、またこう今回も5年前にうちで、うん、その当時いてた子らとなんか遊んだりとか、その予定があるみたいで。そう、you visited the K in Tokyo, right? This has not been working the last time, but we stay in touch. So、うん、on the return journey, I will hopefully see、うん、him again. 多分今回会えたらいいね、みたいな。Perhaps David.話をデビッドというフランス人、でっかいフランス人が大阪に住んでるんですけど、彼とも連絡取り合って、He got married in the meantime, そのデビッドっていうのは結婚し、日本人と結婚して、大阪に住んでるんです、時期もいいですよね、まだ桜の季節、ね、ああ、そうね、そうですか、暖かくなってきてね、本当にもう今ベストよね、だからさっきも彼だとちょっと駅の方まで行ってきて、うん桜が咲いてるからちょっと見てくるよとかで急に歩いていくっていう、うん、で帰ってきたらビール持って帰ってきてどれやどれやどれやだって僕ドイツ人だからみたいなYou understand? Yes, when I came back yeah, with beer, right? Yeah, it has been hot and you know、Osaka in this house is a top of the hill. そうなの。サンシャイニング。うちのイングリッシュハウスはね、山のてっぺんにあって、すごい急坂を登っていて、で、太陽で暑かったから、ビール買っちゃったみたいな。いや、暑いな。そんな感じですね。はい、そうですね。はいはい。そんな感じですね。はい。でもドイツ語って、本当にあれですね、難しいんですね。難しい。なんで取ったの？そもそもドイツ語。英語が必須で、必須科目で、はい、選択なの第二外国語で、はいはい、ドイツ語かフランス語かああ横並びやね、はい、でテスト的に難しいのはフランス語とその当時学生の中で言われててああそういう風潮があったで2周してるのが少なかったの、うんでもよっちゃあドイツ語じゃねみたいな感じでうっかり言ってもなんだったら、まあ、あんいやいいなそんな大した理由はない大した理由はないなるほどで何年でも後々聞くと、フランス語の方は女の子ばっかりだったらしいあでそっちが悪かったですねディヒビヒ何でしたっけディヒディヒディヒなんて言ってる場合じゃないほんと受験も言ってるし受験もねそっちの方がよかったじゃないですか簡単やしねえでもまあヨーロッパのね国でいうといろいろこう国によって言い方というのが全然違うかったりとか、うん、例えばまあ僕ら日本語でドイツって言ってますけども英語やったらジャーマンってなりますよね、うん、ねなのでいろんな難しい言い回しというかそうだね、うん、ね So can you teach us about the country's name in、German and EnglishThe different country names? Yeah, so German, Germany, and Dutch. English, right? Yeah. Then Japanese, Deutsch. Yeah, Deutschland. 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 アルマニエ。ドイツビールとかなんか鼻の匂いがしてきてるイメージちゃうねでなんかキャベツと今も美味しそうな感じ、そうそう美味しそうだねもうだってもうジャガイモのキャベツの国そう
当に穴場に言うやったらちょっと美味しそうな料理たくさん出てきそうなんで、なるほど、面白いですね、そうなのね、ドイツはアラマニエ使いましょうね、アラマニエ、何語、今日あの第二選考何やったの、アラマニエ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 、でドイツ語で言うドイツがドイッチュラン、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 急に子供になるドイッチュラン、面白いなそれ、そうなんや、フランス語もあのペラペラ、Can you speak French? Yes. Je peux aussi parler français. Oui. What did you say? I can also speak French. って言ったよね。Yeah. By French. そうそう、英語でしょ。ではもう母国語のドイツ語、でフランス語、で日本語もちょっとあの今ね。エスパニョル、はいはい。ここエスパニョル、イタリアの、イタリアのちょっと。まあ似てるからね。イタリア語とスペイン語。ポキッと。ポキッと。Which country? スペイン。スペイン語。ポキッ。ポキッと。少し。少し。あ、スピポキートっていう。あ、少し。少しあ、リトル。へえ、面白い。まあ だいたいこの辺の人だってよう喋りますもんね。んイタリア人とかでもまあまあ普通にいろんな言葉喋ります。イタリア人喋るよね。ね。でもイタリア人は北の方は、ね、まあヨーロッパあの接してるから結構わわ喋りますけど、南の方行ったら全然イタリア語だけみたいな。あんまり英語も喋ってくれないみたいな。あ、そうなんだ。僕はそんなイメージを持ちました、ね、土地柄があるんやね。そうね。でフランス人も喋れるんだけど喋らないってよく日本人言いますやんか、うん、でもね、全然フランス人はフランス語しかわからないです。結構英語わからんやつ多いね。パリはパリとか大きな街に行けばもちろん英語全然行けますけど、うん、結構ね、うちに来るフランス人で、うん、英語わからんやつもいっぱいおる、うん、ね、そうやね。でも面白いね、言い方とか分かれへんね、知らん。まあ日本ももちろん僕ら日本言うてるけど、そんなん言うてるの日本人だけで、うん、みんなまあジャパンとかね、そういうあのスペイン語とかでハポンとかなんですよ、ね、ハポン、あの J の発音、 H 発音なんですよ。ジャポン、ハポン、フレンチ、ジャポン、ジャポン、ね、ジャポン、フレンチ、どんなのありますね、はい、そうですね、いろいろ違うね、はい、いろいろ違いますね、本当もういろいろ自分らでもっと勉強していかないとダメですね、うん、でも最終的にはやっぱり英語、まあそうですね、英語はやっぱり世界の共通語というか、みんなまあ勉強しますんで、うん、はい、あ、やっぱり英語ができるとね、いいと思いますので、ぜひイングリッシュハウスでお越しください、はい、ではでは最後ちょっと佐々さん告知をしていただいて、はい、うまく絡ましてください、さっきのうまどころ、ビビビビビつながった、つながった、 I love you、 愛してます、スタンプラリー、スタンプラリー、クイズラリーですね、クイズラリー、はい、あ、クイズは大体決まってるんですか、クイズはね、ドイツ語でしてくれるとか、いや、ドイツ語は、もしかしたらイヒリベティヒはないとか出るかもしれないです出ないです、出ない、いや、でも面白いですよね、あの子供たちを対象にゴールデンウィーク、クイズラリーをね、はい、あの、はい、平方の境界道筋、あ、56次とかね、 はい、そこにあのクイズスポットを作って、あ、外で、外で回るっていう、外でやるんじゃないよ、あと外楽しむイベントですね、全然で、あのこう地域の人に問題作っていただいて、ひらかたの歴史とか、ひらかたのこういうのことを学べたりとか、はいはい、あとはね、あの本当子供向けの謎謎が入ってたとかっていう感じで、好きやもんね、子供ね、ひらかたの、花は何でしょう、あ、死の花、死の花は何でしょう、2つあるんですね、2つあるんです、うん、1つはね、菊ですね、まあまあ有名ところね、有名ところ、実はもう1つあるんです、というかいうのが入ってますから、素晴らしい、楽しそう、あとね、あとこれあのクイズラリーだと象になってるんですけど、あ、ほんまや、これなんで象なんだと、あ、クイズラリー回るとわかる、象なんだとわかりますんでね、あー、これ、まあ、突然象を入れてるわけじゃなくて、象の意味があるんです、象、へえ、ということで、イヒリベディヒはい、ありがとう、じゃあ、 ドイツ語でお別れしましょうか、そう、ウィキャン、セイハロー、セイグバイバイジャーマン、アウフウィーデルセイヘン、難しい難しいこれで難しいわね、はい、じゃあ、さよなら、グッバイグッバイ、アウフウィーデルセイヘン